うなぎのお夜食事情。にゃんにゃんにゃにゃん、始まりました。うなぎの夜食事情、うなぎひまわりです。今日もよろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。返せる時には返すので、よかったらコメントお待ちしております。ちょっとね、今日さ、撮影する場所変えたら、このなんか謎のさ、鼻やばくない？そんなテカってないです。はい、というわけで今日何を紹介するのかというと、こちらです。ついに買いました、 MacBook Pro。 というわけで今回このMacBook Pro の13インチを買ったんですけど、まあ、Twitter でつぶやいたんでご存知の方もいるかもしれないですけど、前の MacBook の15インチのやつはこうね、パカッて開いたまま間にメガネ入れて、その上に多分猫さんが歩いてバーンってなっちゃって、液晶が潰れちゃったんですよ。まあ、でもその前からちょっと買い替えたいなと思うぐらい結構機嫌悪くなられてたので、あのうちのね Mac さんが、なのでちょっとそろそろかなと思ってたんですけど、ついに買いました。しかもすごいタイミング良くて、今回なぜ13インチにしたかというと、今までずっと15インチの方はサクサク早くできるやつだったらしいんですけど、今回本当に先週ぐらいに発表された、この新発売しましたみたいな、この13インチは15インチと同じサクサクが入ってるということで、今回やっぱこうもっと前のやつって結構重かったんですよ。なので今回この13インチにして、もっとがっつり持ち歩いて編集したりとか、いろいろしたいなと思って、今回この13インチにしました。もうね、めっちゃ軽いです。本当に半分ぐらい、重さで言ったら半分ぐらいなんじゃないかなっていうぐらい全然本当に違くて、ただちょっとめんどくさいのが、あの USB とか挿すにもちょっとイヤホンはここ刺さるんですけど、全部これになっちゃったんですよね。だから充電もこの形のやつだし、この USB もこのこれを繋がなきゃいけないっていうちょっとした煩わしさはあるんですけど、今回はこれにしました。最初ね、その15インチの方にするかすごい迷ったんですけど、ちょっとやっぱお高いので、まあこの子もねお高いんですけど、ちょっと今回はこの13インチでやってみようと思います。で、なんか今回からこのね、今回からじゃない、これは今回からじゃないんですけど、ここね指紋認証で開くんですよ。てか今までみたいにパスワードとかも入れれるんですけど、ここピッと押したら指紋認証で開くんですよね。で、あと音量とかも全部このタッチパネル式になってて、まあ、これも前からなんですけど、まあ、UNO の古い機種は全然そんなのなかったので、すごい新鮮味が強いですUNO にしたら新鮮味がすごい強くて、でしかもこれは多分前からなのかもしれないですけど、 Mac のデータをまるっとこっちに移すみたいなのもあってたりして、今回ね、あのノートパソコンを Mac から Mac に買い替えたの初めてだったんですけど、やっぱなんか Apple さんすごいなと思って感心、とても感心しました。多分なんだろう、そんなにメモリとかも大きいかはないんですけども、まあ外付けあるし、ちょっと前のやつと同じぐらいみたいなので、まあ、そんなに困ることはないかなと思っております。ちょっとね、しばらくノートパソコンがなくて動画の更新など結構できなかったんですけど、久々にっていうか、またこうねやっていきたいなと思っているので、よかったら見ていてください。そしてですね、これを機にではないんですけど、 ASMR なんですけど、 ASMR は ASMR の専門チャンネルをちょっと作りまして、なんかね、やっぱ ASMR は ASMR だけでまとめた方がいいんだろうなと思って、今後はそっちに ASMR だけを、でもこっちは本当にすごい気まぐれにあげるので、まあ、ご飯作ったり食べたりしたりとかはまた上げていきたいなと思ってます。はい、というわけでちょっとこの買ったよっていう報告でした。はい、以上になります。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。いや、またねコラボとか食べてみたとか、いろんな動画出していきたいなと思ってて、なんか本当にお夜食事情はマルチにいろいろ本当にやりたいなと思っているので、なんかこう女子っぽい動画を出す日もあれば、こうただ食べるだけの動画も出す日もあって、こういろいろ本当にやっていきたいなと思っているので、なんかこんなんやってほしいなとかいうのがあれば、ぜひぜひコメント欄でお待ちしております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。